はい、こんにちは。日本改革党くすだーでーす。庄司様、ムセス・オラヒ様、高橋様、タマランチン会長様、ヒカルヒカル様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。12月9日土曜日、拉致被害者救う会の署名活動を行います。12月29日忘年会開催します。どちらもですね、メルマガをご確認ください。ご参加ください。よろしくお願いいたします。電気代が平均世帯は月7500円ぐらいになるっていう、東電エリアね。私の先月の請求が4100円でした。調べたら、冬は暖房でもうちょっと増えそうだな。10月なんていうと気候が良くて暖房も冷房もあんまつけないじゃないですか。で、4100円で収まってたけど、今後はもうちょっと増えんじゃないかなと思っております。12月1日、今日、利宮愛子内親王殿下、22歳のお誕生日おめでとうございます。一時期痩せられてたんで心配していましたけれども、無事、本若美人に、なられました。中学生ぐらいの時でしたっけ？ひょろひょろっていうか、痩せ、あれは背の伸びに、横幅がついていかなかったのかな。本若美人になられました。たまに女性週刊誌なんかでですね、ロイヤルファミリーとか、表記されてるとイラッとしますね。インペリアルファミリーですかね。産経ですらね、サウジの王太子のことを皇太子とか書いちゃうし、サウジは王国なんだから王太子でしょうね。わざとなのかな。皇室が唯一の帝室、つまり皇帝と一般に知られたくないから薄めようなんつって皇太子って言葉乱発してるんでしょうか。わざとなんでしょうか。インペリアルファミリーをロイヤルファミリーとか書いちゃうんでしょうか。フジテレビ抗議デモに懲りてやめていた、韓国ドラマ枠がつい最近復活しそうであります。夫婦の世界、スカイキャッスルの2本を流してるが、視聴率は 1% いかないこともあり、散々爆死。富士も懲りないなぁ。業界では、なんで今と驚いてるみたいであります。世論です。嫌なら見るなは名言だったなぁ。単純に韓国推しでもらえるキックバックに目がくらんだだけ。視聴率が出る地上波だと人気がないの丸分かりになっちゃうね。テレショップの方が視聴率取れるんじゃないの。まあ、法則発動ですわね。富士は競馬の中継だけやってればいい。YouTube 動画や Twitter のコメント紹介したりとか、悲しいほどに終わっていると。平均視聴率、民放最下位になったんで、もう怖いものがなくなったんすかね。つまり、無敵のテレビ局になってしまった。プロデューサー、視聴率より、賄賂だっつって、そっち優先させて、あるいは事務所に女を世話してもらったとかね。番組のスポンサーは黙って見てるんでしょうか。それともスポット広告っつって、合計視聴率だけ指定して、あとは流す時間は曲に任せっから、みたいな広告の取り方してるんでしょうか。いずれにしても、かつてのような影響力は全くないんで、フジテレビ。抗議デモもされないな、これな。テレビなんかまあ、どうでもいいっていうかね。ネットから金取ろうとしている NHK 許せませんけれども。北米のですね、有料テレビ、ケーブルテレビですかね。加入率、2009年 84%、2023年 45% に、半減したそうであります。テレビのオワコン化は全世界的。ネットフリ、アマプラいっぱいあるし、素人詰め動画も面白いですもんね。テレビだけが映像を作れる時代はとっくに終焉と。しかしフジテレビ懲りないね。無敵のテレビ局になってもやけくそなんだろうか。局の未来よりも俺が定年退職するまでもらう賄賂の方が大事ってなったんでしょうか。大阪万博、
あー、シャトルバス路線整備に1600円追加でかかるわー、なんか阪神高速の淀川左岸線整備事業2900億円のうち、国が負担する分が1600億円で、政府はこの費用をですね、万博のための費用って含めるみたいなんですよ。それ高速道路整備でじゃねえの、国交省が絡んでるやつじゃねえのって思うんですけど、万博のためですって言えば何でも通ると思ったら大間違いですよね。世論です、完全に舐めてるの、くだらねえ、もうやめろ、大阪だけでやれよ、もうウェーイ、税金使い放題だで、五輪もだが後から追加って手法が増えた、関係者が儲けるチャンス、淀川左岸線は万博関係ないだろ、淀川左岸線はずっと昔からあった事業だぞと。淀川左岸線整備事業は数年間凍結されててですね、つい最近再開されたそうで、やっぱ万博のためっつって、再開されたんですかね。何でも許されるみたいだな、大阪では。ご利用ししてる維新の支持率下がるから、自民としては追加で際限なく予算膨れ上がるように見せかけた方がええんですかね。岸田の支持率もどんどん下がっけどね、それでもいいのかな。それとも支持率回復はもう諦めて無敵の内閣になったんでしょうか。支持率一桁になってもなんかやめなさそうだよね、岸田ってね。決断できないから。 LGBT だのスワップだのホワイトだの、扶養控除減らして増税なのはすぐ決断すんのにね。義務教育からドロップアウトした外国人で構成する犯罪組織急増、こんなやつら、小学校退学で路上生活、犯罪しながら暮らしている、喧嘩も毎日、恐喝も毎日、人を脅して食ってんのか。小学校退学って一体何やらかしたんだろうね、こいつら。世論です、ほらな、小学校退学って治安悪くなるわな。まず謎の支援団体をなくそう。自民党が輸入したやつらの子供か。自民党のせいで外国人犯罪者が伸び伸び暮らせる社会、外国人をギャングにしてしまう日本社会が悪いって言い出すんだろうな。日本なんて外国人やりたい放題できる天国みたいな国だ。スーパーとかにグループで集まって母国語でたむろしてる、自民党と経団連、日本人に高い給料払うぐらいなら外国人入れて低賃金で働かせて儲けましょう。それもこれもですね、外国人実習制度のせいですね。で、いついたやつの子供世代なんでしょう。30年目から始まってっていうからね、実習制度。評判悪くなったんで、制度の名前変えて、もっとひどくしてね、やめないって言うんだったら、だから、恐れ入りますね。こいつらの犯罪の責任は、自民党と企業は一切取りませんからね。実習制度は30年前に始まったそうですけど、始めた連中はもうとっくに引退して、逃げ切ってんでしょうね。腹立ちますね。実習制度、やめないんだから、名前変えて、もっとひどくして、奴隷輸入制度になって復活なんだからね。自民党安倍派パーティーで集めた金の一部が収支報告されてない、最近直近の5年間で1億円以上あるみたいであります。ノルマ以上に売った分は売った議員がもらっていいってことになってた模様。組織的かつ常習的にやってたんで、刑事事件として立件も視野にで捜査中だそうであります。派閥の収支に書いてなくてもですね、もらった議員個人の収支報告にですね、収入として書いてあれば構わないんですけど、書いてなければ金が消えたってことになってアウトなんですね。これ今は情報がまだ少ないんで続報待ちです。これでますます選挙できなくなっちゃいましたね。北川和夫、公明党副代表、自民公明維新民民で改憲条文案を作成せざるを得ない、審議に加わろうとしない立憲共産社民令和に態度を改めるように求めた、話し合いに加わると、民民たばき、そうだそうだ、同調と、世論です。半世紀お世話クズ、左翼と折り合いなんて未来永劫ありえないんだから、さっさと進めろ。立憲と共産はどんな条文でも反対するんだから、抜きで進めろ。憲法審査会の委員名簿に令和新選組がいなかった。共産、立憲、令和は思考停止してただただ反対するだけだから、相手をしても無駄。思考停止というより
改憲妨害工作員、与党に同調するようでは野党の資格なしだっけ、すげえ感覚だよな、野党は何でも反対しなくちゃいけないみたいなことをシーカズオが言っておりました。試験ですけど、どんな案でもどうせ反対するんだからパヨ4党はいいでしょ、もう相手しなくてね。普段はね、あの話し合いでって言ってるくせに話し合い拒否してんだからパヨ4党ね、そもそも連中には日本語通じないんだしね。自民党の委員長が甘いから憲法審査会審議会が何年もストップしてたんですよ。欠席者が話に加われないのは自業自得なんだから、流会にせずにですね、出席者だけで話進めろと、自民党はなんやかんやでやる気ないでしょ、会見なんて、会見でですね、大変な思いするぐらいだったら LGBT 法みたいなですね、新たな利権が見込めるようなことをやつ方が有意義って思ってんでしょ、自民、公明、維新、民民だけで、といったのが公明党なんですけど、こいつらあの土壇場で裏切る予感しかしないんですよね。私は参政党はですね、俺らの改憲案しか認めないっつって実質改憲に反対あるいは妨害してるんで当てになりません。緊急事態条項ガーとか独裁ガーって、つまりあの緊急事態条項を作られちゃうと緊急事態だって言い張られて選挙がなくなっちゃって自民党の独裁になっちゃうって言ってるみたいなんですけれども、緊急事態条項ない国日本以外ないよ。参政党は改憲に実質反対してます、妨害してます、反対っていうか妨害してる、その他のニュース。前原誠二とともに新党を立ち上げた4人のうち1人は74歳の女性3人で、残りは比例復活の3人だそうで、いきなり風前の灯火状態だそうであります。共産党シーカズオ、オスプレイは数多くの構造的欠陥を持ち事故を繰り返してきた危険な航空機だ、コミュニティノート発動、違います、事故率は一般航空機より低いです。なんですぐ嘘つくのかな、って思ったんですけど、そういえば嘘と扇動とデマがこの人らの仕事だったな、そういえばな、スイスベルン大学、パヨは嘘とデマで社会や伝統や階層を破壊するのが仕事、目的はパヨ内で偉くなるため、なので決して嘘をつくのをやめないと、シーカズオなんかはもう十分偉いのにね、嘘つき続けないと引きずり下ろされるんですかね、地位を脅かされるんですかね、闘争が好きな連中ですもんね。そんでパヨを極めるとですね、どうなるかっていうと、武漢大の名誉教授になる、鳩山由紀夫みたい、若宮慶文義文っつうのかな、朝日新聞主筆のように北京の大学の教授になるであるとか、ゴールがある、パヨのゴール、パヨ内での地位を高めるためにパヨは日々嘘をつきデマを流し、励んでおります。それ、悪魔は勤勉って言葉ご存知ですか。悪魔は勤勉、悪いことしてるやつは勤勉なんですよね、何かと。Google さん、2年以上使ってないアカウントは削除しますからね、12月1日から今日からですね。メール読むだけでも大丈夫みたいです、皆様は大丈夫でしょうか。つうか2年間必要なかったアカウントがなくなっても影響さほどないかもしれないですね。新宿歌舞伎町、朝ホスいかがすか、初回1000円、客引きしていたホスト4名を逮捕。朝ホスってなんだよ、朝ホスって、朝から酒飲むの、客絞りすぎて立ちんぼ問題発生で売り上げ減ってんすかね。整形外科医さん、2010年頃から中高生の二重手術が増えた、手術に消極的な子供を親が連れてくる、外見がいいっていうほど全世界的に生きやすいって事実が知れ渡りましたからね。まあ誰も損しないし、私みたいなおっさんがどうこういう問題ではないな。団塊世代ぐらいまでは汚いのが真実とか、貧しく清い、貧しいけど清いっていう呪いにかかってるそうなんですよ。これはですね、ヒッピーであるとか、
そういうのに影響されてるみたいなんですけど、まあ反体制的な考えですよね。昔証券が主演のですね、俺たちは天使だっていうですね、ドラマありまして、まあまあ気の身気のままで、普段着で寝てたりなんかして汚いんですよね、住んでるとこも汚いけれども、そういう人がだんだん減ってきて、やっぱ小綺麗な方がいいよねつって、今の若い人は小綺麗と、で今中高生の親っちゅうから40代ですか、ぐらいはもう汚いものが真実であるとか、汚い格好してる方が正しいとか、そういう呪いはもうすっかりないんだろうな、だから見た目いい方がいいんだよつって子供を連れてくると、秋田県議会、熊一頭駆除につき慰労金7000円、現場の感覚わかんないですけど、ちょっと安いんじゃないのこれ。ひろゆきさん、外国人を入れて補助金もらう学校があるから教育無償化に反対、日本人にだけ学費クーポンを配れと、私立が際限なく学費上げてですね、無償化にするとですね、声太るんじゃないかって心配してましたけれども、これには気がつきませんでした。そうだそうだ、外国人の学費も無償化すんなって、それとも前原は初めっからこれ狙ってんのかなーって勘ぐってしまいます。福岡市立中学校、30代男性教師、育毛剤のチラシを生徒に渡され激高、25分間怒鳴り続け、教育委員会で問題になる、頭髪にコンプレックスがあり心が折れた、ネット、無罪、生徒を死刑にしろ、おいおいって感じなんですけど大変な事件が起きてしまいましたね、福岡で。というわけで、9日署名活動、29日忘年会、皆様よろしくお願いいたします。皆様っていうか、メール党員の皆様よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。